アジちゃん特派員から北アフリカの国モロッコの動画が届きました。サハラ砂漠や現地の料理が出てきます。映画カサブランカでも有名なモロッコ、アジちゃんの西山特派員が撮影したサハラ砂漠のツアーは人気があります。サハラ砂漠です。見渡す限り砂だらけです。ラクダに乗ることもできます。日よけや砂塵対策に便利なものがターバンです。そしてタジン鍋を使った料理です。オムレツベルベルです。これはタジン鍋、例えばね、オムレツタジンとかシンプルな味です。美味しいですか？美味しいですよ。サハラ砂漠の朝ごはんです。ラクダのミルクです。ラクダのミルクを飲んでみます。あっさりしてうまいです。モロッコではラクダのミルクを飲むんですね。ちょっと飲むのに勇気がいりそうですが、西山特派員美味しそうでしたね。